らせ、今ゴングだ。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、ロープに振った、エルボー、強烈に締め上げてまいります。ロープにブレイクしました。掴みます、エルボーでブロック、掴んだ、パンチで返します、腕をフックします、2位を蹴り上げます、蹴ってまいります。あっとキャッチした、ローキック、顔面に突き刺さります。スイッチしてまいります、ドロップキックを放ってまいります、払えます。あっとバックに回った、大技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ受け身を取っているというわけですね。そうですね。おっと逆に捉えた、足を狙ってまいります、掴みます、キックで返します、組み合います。こういう攻め方はうまいですね。今はなかなかこういう攻めをできる人はあんまりいないですからね。ああ何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね、ドロップキックであります、掴んだ、させません。メキシカン式の締めを見せてまいります、ロープブレイク、打ち込んでまいります、組みに行きます、リング下に落とします、相手を挑発してまいります、ストンピング、蹴りつけてまいります、リング内に戻ります、嫌ってまいります、心の連携が冴え渡る。あっとエルボー、掴みます、肘を打ち込んでまいります、逆に返します、行くのか、逆に振り返してパンチで返します、ランニングしたらエルボー、行くのか、させません。タックルに入るスピードが速いですね。倒し方も上手いですよ。はい、ナイスタックルですね。ブロックします、腕を取ります、エルボーを入れていきます、腕を回します、ストマックを狙ってまいります、組みに行きます、逆に倒します、ギロチンを落とします。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いい攻めですよ。逆に振り返した、組み合います、投げてまいります、スリーパーホールドに入ります、あります、ロックアップ、返してまいります、
スタンディングを取らせます。ドロップキック組みに行きます。コーナーに振ってカウンターであります。ドロップキックを見舞ってまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。ロックアップ、あと返します。エルボードロップ、ここでタッチです。ロープに逃れました。おなじみのポーズです。強烈なキックです。ラフ殺法に転じます。チキンウィングに固めてまいります。腕をフックします。おっと、そのまま後ろに投げていく。引き起こす。今ソフトボールですね。後頭部痛打か。逆に返した。あとうまく切り返した。ここでタッチだ。張った。これはもう精神力で打ってますね。そうですね。ハンマーを落としていく。蹴っていった。決めていった。ここでロープブレイク。蹴り上げていく。すごい音がした。あと逆に投げていった。掴んだ。あと逆に蹴っていった。ガチッと組み合った。強烈に叩きつける。組み合った。コーナーに振って15分経過。ボディアタック強烈。起こした。エルボーを入れていく。放っていくのか。急降下。膝バックだ。腕をフックした。ボディスラムで投げつける。エルボー強烈。抱えた。オクラホマスタンピート。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。おっと、クロス式のキャメルクラッチか。いけるか。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。ここでスイッチ。
と逆に倒した。20分経過。なんと逆に切り返した。ミニッパー抱えた。早いですね。勝ちに行ってますね。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。トップロープを狙う。ダイビングキラチェンダー。立たせていく。させません。さあタッチ。蹴り上げていく。あっと腕を取った。腕をフックした。フロントから投げていった。抱き起こす。キャプチューとの捕獲でした。バックを取ってスイーパー。チョークに入った。逆にバックに回った。あっと膝十字で切り返す。いけるか。キャプチュードに持っていった。アームロック、アームロック。抱かれました。腕を回した。25分経過。25分。ブレーンバスターで投げつける。カバーの体勢。カウント Japan Pro Wrestling。 金本、井上さん。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、180cm、 98kg、 井上渡る。赤コーナーチャンピオン、180cm、 90kg、 金本浩二。レフリー、レッドシューズ運の金本さん。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組に行きます。フライングメイヤー。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。行くのか、倒してまいります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあ、スタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。ロープに振った。小気味の良い攻防を展開してまいります。組み合います。
ボディスラムで叩きつけます。起こします。掴んだ。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。確かにそうなりますよね。リング上はキャメルクラッチの体勢です。リング下に落とします。ジュニアのスターからカリスマへと変貌を遂げましたこの金本浩二、長期間にわたり IWGP ジュニアのタイトルを保持し、まさに名勝負製造機とも言うべき活躍を見せたこの男が、今宵もこの華麗な試合を我々を魅了していくのでありましょうか。打ち込んでまいります。フロントからのキック、足を取ります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。抱えます。パンチで返します。掴みます。キックで返します。あります。ロックアップ、対角線に飛ばした。あっと、フライケンをさせない。この辺りのグランド殺法なんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていきますからね。あ、そうですか。胴を打ち込みます。掴みます。蹴りをぶち込みます。ローリングセンター、起こしてまいります。腕を回します。アッとエルボー、チョップであります。掴んだ。こうやって後ろに倒れる時の受け身っていうのはレスラーの生命線なんですよ。受け身のうまさっていうのはいわばレスラーの力量ですからね。なるほど、そうですよね。組み合います。あっと、リバースで返してまいります。こういった地味なんですがレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、立ってまいります。乾いた音が館内に響きます。行くのか、逆に投げてまいります。ランニングしたらエルボー、切り返します。エルボーで返します。バックを取ります。エルボーでブロック、こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。このポーズです。蹴りをぶち込む。ガチッと組み合った。デンジャラスエリアか、投げを見舞った。あっと、プランター、足を取った。あっと、耐えた。頭を掴んで、あっと、逆に蹴っていった。足を抱えた。打たせない。組み合った。いけるか。ロープに振ってヒールキックがこめかみに入った。トップロープを狙う。急降下に引き起こす。腕をフックした。させません。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよってますよ。はい、10分経過、逆にキック。あっと、キャッチした。バックに回った。ジャーマンスープレックス、カウント2、返しました。掴んだ。エルボーを入れていく。ブロックした。抱えた。あっと、逆に返した。起こした。エルボーを打ち込む。いけるか。逆に返した。あっと、腕を決めていった。首根っこを掴んだ。エルボー強烈。簡単気味に入りましたよ。ブロック状況か。ピンポイ
イッと膝。ガチッと組み合った。あっと切り返した。抱き起こす。腰に手を回した。さあ万事が食べる体勢だ。ここでロープブレイク。あっとエルボー。エルボー。カバーした。ロープに逃れた。ローリングスバット。組み合った。あっと返した。カウントは入る。3つは入りません。そのまま体固め。カウント 2.5。 ロー打ち込む。組み合った。さあガッチリ入ったぞ。決まってますね。ガチッと組み合った。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね。ここからペースを持っていきたいですね。バックを取って、シャーマン。綺麗な人間鏡。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。ブレンバスター行くのか。 DDT で切り返した。15分経過。15 minutes pass。 いけるか。コーナーリフト。カウンターが待っていた。足を抱えた。打たせない。エンジン蹴り。そのままアンクルホールドに持っていった。ロープに逃れました。あっと万事が食べ。岸壁の母の胸に抱かれました。ロープに飛ばした。フライングニール。扇子を広げた。逆エブで一気に反り上げる。おっと逆に捉えた。バックを取って。感極まって目頭濡れまくりの女性ファンが狂気しています。一気に昇天エクスタシー。腕を回した。ブラインバスターで叩きつける。なんとドロップキック。絞り上げる。強烈ロープブレイク。張った。膝を狙っていった。組み合った。コーナーに振って。タイガースプレックス。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。ガチッと組み合った。あっとそのまま膝固めで決めていく。小脇に抱えた。バックドロップ。片指に持ち込む。20分。カウント 2.9。 そうは簡単にはいけません。足を取った。キャプチュードで捕獲した。足首が。ゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、
見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いでいった感じですね。そうですね、掴んだ、クラシカルなエルボースマッシュ、腕をフックします、逆にバックに回った、エルボーでブロック、ランニングしたらエルボー起こします、エルボーをかち上げます、組み合います、ロープに振ってそのまま叩きつけます、落としてまいります、ヨーロピアンエルボー後ろ回し蹴り、ストンピング蹴りつけてまいります、逆に返します、ロックアップ、フロントガンのヘッドロックに移行します、ハンマーを振りかざします、この辺の技の展開いかがですか？そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね、いい攻めだと思いますよ。あ、なるほど、腕を捉えます、アームロックの体勢、ロープに逃れました、ガードします、こういう台形の技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、対角線に飛ばした、蹴ってまいります、おっと逆に捉えた、こういう執着心よろしくですね、痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね、引き起こします、足を取ります、足を狙ってまいります、あります、あっとキャッチした、プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。打ち込んでまいります、あっとキャッチした、そのまま倒してまいります、おっとチョーク攻撃であります、組みに行きます、ボディースラム、気合を入れてまいります、ストンピングです、行くのか、場外に落とします、リング下に降ります、組みに行きます、返してまいります、スタンディングを取らせます、抱えます、ブレンバスターでぶん投げます、引き起こします、掴みます、キックを打ってまいります、起こします、バックを取ります、円錐蹴り、リングに戻ります、さあ首をかっ切った、リングに戻ります、掴んだ、強烈キック攻撃、あっとうまく切り返した、スピアーが突き刺さった、スリーパーホールド、水平打ち、打ってる方も辛いはずですよ。はい、頭を掴んで、うわっと逆に蹴っていった、腕を取った、逆に返した、蹴り上げていく、ストンピング、立たせていく、あと目つぶし攻撃、フロントに捉えた、フロントからのスープレックス、チョークで締めていった、10分経過、10ミニッファー、
ローキック、逆にパンチ、蹴っていった、おっと逆に捉えた、あっと円錐切り、逆肩エブで一気に決めていった、ここでロープブレイク、エルボー速射砲、ここでタッチだ、フロントキック、組み合った、ロープに振って、さあがっちり決まった、これは苦しいですよ、肉体を躍動させる、コーナーに振った、ニーリフト強烈、チョップ、おっと逆に捉えた、後頭部円錐、気合を入れた、引き起こす、抱えた、あっと逆に脇固めで切り返す、フライングリールキック、起こした、エルボーで切り返す、ラリアット、強烈逆肩エビ固め、ロープに逃れました、ハンマー気味のパンチ、ガジェット首、あと逆に倒した、そのまま耐え固め、さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね、ちょっと僕も想像つきませんね、フルネルソンの体勢、ドラゴンスープラックス、岸壁の母の胸に抱かれました、すごい形相で締め上げていく、ストンピング強烈、抱き起こす、簡単気味に入りましたよ、ブロック状況か、同締めスリーパー、ロープブレイク、小股に挟んだ、ここはチャンスですね、ええ、ここは一気に行くしかないですよ、あっと飛び膝蹴り、花道に移行した、腰に手を回した、バックに回ってスリーパー、ガジェット組み合った、いけるか、ガジェット組み合った、いけるか、あっと返した、リングに戻ります、リングに戻ります、ここでスイッチ、キック、首根っこをつかんだ、エルボーの連打、頭をつかんでエルボーを入れていく、ガジェット、バット逆に投げていった、引き起こす、トップロープを奪う、バットジャンピングに体を預ける、カウント 2.89、 組み合った、対角線に飛ばした、ジャンピングにカウント入る、ロープブレイク、いけるか、あっと切り返した、おたけびを上げた、ストンピング、ガードした、放っていくのか、ジャンピングに20分経過、20 minutes passed、 カバーした、
岸壁の母の胸に抱かれました。さあ、タッチ。さあ、世知辛い不況の真っただ中のこの時代にまさにオアシスのような存在であります。お気をつけください。腕を取った。そのまま腕を決めていった。立たせていく。キック。バックを取って、あっと、耐えた。リングに戻ります。3発持ってきたいですね。足を取った。円錐切り。気合を入れた。起こした。バックに回った。エルボーで返す。いけるか。首を決めていった。ガチッと組み合った。逆に返した。エビに固める。首に逃れました。組み合った。首を締め上げていった。ここでロープブレイク。いけるか。コーナーに振って、2位を突き上げる。ここでタッチだ。GP ジュニアタッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、173センチ、84キロ、マスクドパンサー、175センチ、90キロ、ジェットコーナー、チャンピオンチーム、174センチ、90キロ、ゲドー、180センチ、96キロ、ジャドー。レフリー、レッドシューズ運動。
打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、起こします、組み合います、テイクダウン、相手を挑発してまいります、ブレンバスターに取ります、ブレンバスターで切り返します、行くのか、フロントからの締めを見せてまいります、ハンマーを振りかざします、逆に返します、腕を回します、ストマックへの攻撃であります、あーっと、エンジン切り、フェイスロックの体勢です、ここでタッチです、ローを打ち込みます、キック攻撃を見舞います、この辺りの攻防見逃せませんね。そうですね、お互い研究してますね。あっと、膝十字で切り返す、ロープにブレイクしました、組みに行きます、ロープに飛ばした、巻き投げてまいります、ロックアップ、場外に落とします、起こしてまいります、掴んだ、キックで返します、腕をフックします、スープレックスを見舞います、リング内に戻ります、おなじみのポーズです、リング内に戻ります、スイッチしてまいります、逆水平、こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、キャメルクラッチ、ラクダ固めであります、キックを打っていきます、バックを取ります、バックドロップの体勢、エルボーを入れていきます、ドロップキック、掴みます、させません、ロックアップ、あっと、返します、引き起こします、組み合います、返してまいります、ここでタッチです、決まり具合どうでしょう。ちょっとポイント外れてますね。フロントからのキック、おっと、逆に捉えた、円錐切り、エルボー、スイッチしてまいります、あっと、キャッチした、足攻めに転じます、あっと、ラリアット、このポーズです、あっと、エルボー、張ってまいります、ローキック、小手、組みに行きます、倒してまいります、ドロップキックを見舞ってまいります、ナックルを打ち込んでまいります、あっと、逆に足を取った、ロープブレイク、蹴りをぶち込みます、行くのか、逆に投げてまいります、準備
分経過、10ミリファーズ、膝十字固めに持ってまいります。バット、キャッチした。バックに回ります。後ろ回し蹴り、スタンディングを取らせます。ドロップキック、ローキック強烈、ここでタッチだ。打ってる方も辛いはずですよ。はい、そばっと打ち込む、いけるか。ロープに振った、そのまま巻き投げていった、抱き起こす、蹴りをぶち込む、ガチッと組み合った、グラウンドに持っていった、エルボードラップ強烈、組み合った、ロープに振って逆水平、掴んだ、厳しい攻めを見せる、チョップ強烈、あと逆に投げていった、コーナーに登ってストンピング、ストンピングを叩き込む、ここでスイッチ、さあタッチ、首根っこを掴んだ、弓を引く鉄拳、強烈なキック、さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。ガードした、腰に手を回した、エルボーで返す、ローザー行くのか、ノーザンライトが先行を払った、ロープブレイク、ロープブレイク、組み合った、ロープに飛ばした、逆さ押さえ込み、ロープに逃れた、頭を掴んでさせません、いけるか、場外に落とした、15ミリファーズ、キック、ものすごい、足を取って切り返した、リングに戻ります。ブレインバスターで叩きつける、抱えた、これはポイントになりそうですね。そうですね、今の精神的なダメージが大きいです。奥歯を噛みしめた、あっと返した、トップロープを奪う、腕を取った、あー長田のガチューだ、組み合った、うまく切り返した、強烈、掴んだ、キックの速射砲が埋まる、あとうまく切り返した、バックに回った、背後を取り返す、あっと急所、ショルダータックル、なぎ倒し、キャメルクラッチで強烈に締め上げる、ガジェット組み合った、ロープに振って、あと逆に丸めていった、オールを返します、
一気にスパイクするのか。ストッピング強烈、ストッピング、リストドロップ顔面、足を狙っていった、引っこ抜きか、あっと膝十字で切り返す、あっと逆に捉えた、足を打ちつけていった、ここでスイッチ、腕をフックした、あと逆に返した、立たせていく、タックルぶちかわし、引き起こす、もろに入りましたよ、はい、ブロッキー状態か、すごい音がした、コーナーに振った、あっとコーナーに据え付けた、ドロップキック、膝、フィニッシュに行くのか、放っていくのか、ハンマーを振りかざす、腕を回した、ブレーンバスターで投げつける、全体重を乗せたエルボー、フロントから投げていった、起こした、リバースで切り返した、起こした、ブレンバスター行くのか、読んでいます、まさに読み切り小説、ロープに逃れました、おっとそのまま後ろに投げていく、片指に持ち込む、ロープブレイク、25分経過、小股に挟んだ、リバースで返した、トップロープを狙う、ダイビングしたらヘッドバット、エルボー強烈、抱えた、ブレンバスターで投げつける、いけるか、あと逆に倒した、バットバックに回った、バックドロップ気味のジャーマンスープラックス、組み合った、コーナーに振ってラリアット、クロスフェース、クロスフェースが入った、ここでロープブレイク、ここでタッチだ、いけるか、あっと切り返した、あっとクロスフェースに乗っていった、腕をフックした、ブレンバスターで切り返した、引き起こす、逆に返した、立たせていく、トラースキック喉元、フィニッシュになるか、岸壁の母の胸に抱かれました、ロープに振った、逆さ押さえ込みで丸める、カウント3、
音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。行くのか、そのままグラウンドに持っていきます。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。グーパンチです。組み合います。フライングメイヤー、実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。ロックアップ、切り返します。乾いた音が館内に響きます。あと返します。ナックルを打ち込んでまいります。張ってまいります。組みに行きます。バックを取ります。足を狙ってまいります。ハンマースルーをさせない。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。強烈に打ち込みます。組み合います。こういう技を見てても受け身を取ってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれないけど、レスラーは受け身の練習を嫌というほどやってますからね。そうですよね、本当にレスラーは日々の努力と言いますが練習をよくしますもんね。そうですね。ストンピングを叩き込んでまいります。腕を取ります。エルボーを入れていきます。鉄拳を見舞います。掴んだ、この辺りタフに転じてまいります。踏み込みが早いですね。これはいいですよ。はい、今早かったですね。組みに行きます。巻き投げで切り返します。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。引き起こします。逆に返します。行くのか、逆に投げてまいります。ドロップキックであります。組み合います。グラウンドでの攻防に持っていきます。ロープブレイク、膝へのキックです。打ち込んでまいります。張ります。行くのか、返してまいります。ロックアップ、逆に投げてまいります。ヘッドバットを落としてまいります。この辺りのグランドサッポーなんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。抱えます。ハンマーを振りかざします。組みに行きます。グラウンドに持っていきます。あっとキャッチした、させません。ストンピング、蹴りつけてまいります。そのまま固めます。ロープブレイクです。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、万字固めに持っていきます。腕をフックします。振りほどきます。掴みます。キックで返します。打ち込んでまいります。この辺り一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。ブロックします。足を絡めます。マウントに移行します。ガードします。下から返してまいります。あー、危ない危ない。逆に上を取った、いい形ですよこれ。動きを止めに行った。おっと外した、張り手、組み合った、バックを取って金的攻撃、小脇に抱えた。おっと膝十字で切り返す、ロープに逃れました。引っこ抜きか、蹴っていった、いけるか、巻き投げで切り返した。戦闘強烈、一気に両立するのか。
分経過。10ミニファール。すごい顔で打つ。ハッター強烈に入りましたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。そのまま締め上げる。ハンマーを落としていく。強烈に締め上げる。あっと顔面にヒットした。あっと切り返した。抜くのか。脳天食い打ち。パイルドライバー。奥歯を噛みしめた。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。セントン落としていった。ガジェット組み合った。すごい形相で締め上げていく。ハンマーを振りかざす。セントン落としていった。エビに固める。ロープブレイク、ロープブレイク。組み合った。倒していった。あっと鈍い音がした。あっと逆に切り返した。バックに回った。逆にバックに回った。危ないですよ。垂直落下か。チョークで締め上げる。ドロップキック強烈。センターン強烈。抱き起こす。小脇に抱えた。させません。ガジェット組み合った。バックを取って打たせない。いけるか。ハンマースルーをさせない。小脇に抱えた。バックドロップ強行。ガジェット組み合った。顎を叩きつけていく。うまく切り返した。このポーズ。15分経過。ブロックした。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。あっと逆さの成功に。カウント 2.98。 これでも決まりません。キックものすごい。逆肩エブで一気に決めていった。ここでロープブレイク。締め上げていった。岸壁の母の胸に抱かれました。すごい音でした。セントーン強烈。立たせていく。バックを取って逆さ押さえ込みで丸める。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。バックに回った。あっとノーテックだけ。つったか。フィニッシュになるか。ノープブレイク。すごい音がした。小股に挟んだ。脳天勝ちまった。パイルドライバー。片エビに持ち込む。カウント3が入りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組に行きます。
ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだゴロゴロですね。そうですか。エッフェル塔のような美しい倒立がそびえ立ちました。ロックアップ、ロープに飛ばした。ドクジャがあばらを締め上げてまいります。ロープに逃れました。蹴ってまいります。行くのか。ロープに振った。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。なるほど、そうだったんですか。バックに回った。万字固めに移行します。ロープブレイクです。蹴りを見舞ってまいります。ロープに振って、ジュニアヘビー級最強の男と言われるこの重心サンダーライガー。しかしヘビー級超えを目指すこのライガーにとっては、今やこの言葉すら自らを縛る鎖に感じているのかもしれません。こういう大事な技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。組み合います。逆に振り返して、こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。足を取ります。足を殺してまいります。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。フロントからのキック、ナックルを打ち込んでまいります。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。起こします。掴んだ。ヨーロピアンエルボー、掴みます。エルボーを立ち上げます。組み合います。ボディスラム、ストンピング、蹴りつけてまいります。おっと、逆に捉えた。このあたり切り返しいかがですか。今のはうまかったですね。相手を挑発してまいります。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。あっと、浴びせ蹴りだ。行くのか。返してまいります。あ、昇天。メキシカン式の締めを見せてまいります。組みに行きます。逆に返します。さあ、釜固めに移行してまいります。エルボーを入れていきます。バックに回ります。エルボーで返します。組みに行きます。切り返します。このポーズです。組み合います。コーナーに振った。汗がミストとなって飛び散ります。掴んだ。キックで返します。北方流の浴びせ蹴りか。あっと、エルボー、掴みます。させません。掴みます。キックで返します。足を抱えます。足を狙ってまいります。キックを打っていきます。ドロップキックを放ってまいります。レトロ調の技を繰り出してまいります。逆にバックリマ、スリーパーで締め上げます。行くのか。エルボー抱えます。ピラーボム投げ殺し、ストンピングを叩き込む。組み合った。あっと、返した。2位を落としていく。ストンピング、足を抱えた。おっと、足を決めていった。ロープブレイク、腕をフックした。
あっと逆に投げていった。立たせていく。ドロップキックが突き刺さる。いけるか。対角線に飛ばした。ドロップキック引き起こす。放っていくのか。あっとミサイルキック決めに行くのか。ストンピング強烈。変形のストレッチ系に持っていく。ここでロープブレイク。バットバックに回った。バックを取り返す。ジャーマン綺麗な人間強。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされるときついですよね。あー、スタミナをロスするわけですね。バット外した。蹴り上げていく。バットうまく切り返した。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。アームロック、アームロック。岸壁の母の胸に抱かれました。こめかみに入りましたよ。脳髄に響いたか。首をかっ切るのか。カウンター気味に入りましたよ。ブロック状況か。これで決まったか。ロープに逃れました。首根っこを掴んだ。ドロップキック、膝どうか。2カウント、まだ足りません。掴んだ。焦点決まった。ピンポイント、膝抱き起こす。逆にバックに回った。グラウンドコブラに持っていった。ロープに逃れた。ガジェット組み、ロープに飛ばした。15分経過。リフォーメーパー浴びせ蹴り。トップロープを奪う。急降下ボディープラス。カウント 2.9。 重低音は太鼓。キック、リフォー引っこ抜きか。リバースで返した。IWGP ヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者、新日本のエースはこの男、永田裕二、入場。21世紀の新日本プロレスを背負う男、永田裕二が堂々の入場であります。赤コーナーよりチャンピオン、野人よ、その力を解き放て。中西学、入場。
さあ、プロレス界の至宝、金色に輝く IWGP ベルトを越しに、今チャンピオンが入場してまいります。のメインイベント、IWGP ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、183センチ、108キロ、永田裕治。赤コーナーチャンピオン、186センチ、120キロ、中西学。レフリー田山雅夫。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。腰を落とします。逆に切り返します。組み合います。フライングメイヤー。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えませんね。そうですか。腕をフックします。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、倒してまいります。バックからスリーパーに入ります。ロープにブレイクしました。組みに行きます。ボディースラムで叩きつけます。あっと、キャッチした。こうやって後ろに倒れる時の受け身っていうのはレスラーの生命線なんですよ。受け身のうまさっていうのはいわばレスラーの力量ですからね。なるほど、そうですよね。フロントに捉えます。パンチで返します。ローを打ち込みます。この辺りの攻撃いかがですか？いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。逆に振り返した。ラリアット投げ倒し、ストンピングです。さあ、新日本プロレスが誇る野人であります、この中西学、おなじみの野人サッポ、そしてゴッチ直伝のジャーマン、さらにはアルティメットで得た経験をミックスした戦いを見せているこの男は、まさに常識を超えた超プロレスラーといったところでありましょうか。水車落とし、ラフサッポに転じます。行くのか、あと返します。あと逆に捉えた、円錐蹴り、膝十字固めに移行します。ロックアップ、対角線に飛ばした。あとラリアット、このポーズです。エルボーで返します。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。おなじみのポーズです。スタンディングを取らせます。ちょっと危ない状況ですよ。意識朦朧か、場外に降りる。水平打ち、ロー打ち込む。重いですね、一発が。逆に返した、腕をフックした。あっ、逆にパンチ、小脇に抱えた。バックドロップが綺麗にセンスを広げた。リングに戻ります、リングに戻ります。強烈なローだ、ロープに飛ばした。ラリアット、一気にスパークするのか。エルボー強烈、うまく切り返した。
キック強烈。場外に移行した。テンプル捉えましたよ。虚空を見上げたか。腕を取った。腕折りに持っていった。サイドを取った。ひねりの効いたバックドロップ。リングに戻ります。このポーズ。リングに戻ります。蹴っていった。組み合った。あと逆に投げていった。エルボーで切り返す。掴んだ。膝を突き上げていった。バックに回った。エルボーで返す。ラリアット。起こした。雄たけびを上げた。バックを取って背後を取り返す。さあ渾身の力で締める。完全に入ってますよ。ガチッと組み合った。逆に返した。抱き起こす。ハイキックソフトオーバー。エビに固める。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。ペタトフ勝負ですよ。円形のエクスプロイダー。垂直に落としていった。あっと返していった。ラリアット投げ倒し。カバーの体勢。ここでロープブレイク。抱えた。おっとフロントからのスリーパー。ブロックした。いけるか。切り返した。ガードした。スピア強烈。あっと逆に腕を取ってそのまま腕しぎ。ロープブレイク。フライングヒールキック。長田ロックスリー。岸壁の母の胸に抱かれました。抱えた。顔面砕き式の DDT。 片指に持ち込む。ロープに逃れました。強烈に叩きつける。立たせていく。出すのか。腕を固めて垂直落下のエクスプロイダー。ロープに逃れた。組み合った。フロントから叩きつけた。引き起こす。ハイキック。腰に手を回す。打たせない。逆にバックに回った。ジャーマン肩口から押す。15分経過。張り手。ピンミーファー。あっとキャッチした。バックを取って。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したとか打ちつけたか。抱き起こす。トップロープを奪う。あっとジャンピングに逆エブで一気に反り上げる。すごい顔で打つ。ロープに振った。スピアタックル。ガチッと組み合った。ロープに振って、あっと返した。バックに回った。させません。あっと円錐切り。挟んだ。リバースで返した。
立たせていく。いけるか。ロープに振ってローキック。IWGP タッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム、中村俊輔、棚橋博史入場。3にも4にもなるコータング、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。赤コーナーよりチャンピオンチーム、長野正弘、天山博義入場。腰に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。のメインイベント、IWGP タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、181cm 107kg、棚橋博史。188cm 104kg、中村俊輔。赤コーナーチャンピオンチーム、183cm 115kg、天山博義。186cm 108kg、長野正弘。レフリーレッドシューズ運の新助。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。
両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。スリーパーに捉えます。ロープブレイク。バット、キャッチした。バックを取ります。スリーパーホールドに入ります。ロープに逃れました。小手乾いた音が館内に響きます。抱えます。パンチで返します。掴んだ。鉄拳を見舞います。フロントからのキック、キックを打っていきます。腕を打たせません。ロックアップ、逆に投げてまいります。掴みます。逆に返します。腕をフックします。耐えます。組み合います。フライングメイヤー。この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね。いい攻めだと思いますよ。ああ、なるほど。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーが襲ってまいります。ここでタッチです。おっと、逆に捉えた。このあたり切り返しいかがですか。今のはうまかったですね。うれしい逆十字の体勢。掴んだ。エルボーでブロック。掴みます。させません。おっと、逆に捉えた。あっと、叩きつけてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。参ります。相手を挑発してまいります。腕を回します。あっと、逆に切り返した。ロープにブレイクしました。足を抱えます。パンチで返します。バックに回ります。アット、エルボー、蹴りを見舞ってまいります。後頭部返事。ラフ殺法に転じます。腕を取ります。逆に腕を取ります。アームブリーカーに取ります。空中戦を狙いそうだ。おお、高いところから一気に叩きつけた。起こしてまいります。ブロックした。ドロップキックを見舞ってまいります。ストンピングです。掴みます。させません。掴んだ。キックで返します。フロントに捉えます。させません。ロックアップ、逆に振り返した。ストッピングを叩き込んでまいります。10分経過。10ミリバックに回った。エルボ
棒を入れていきます。小脇に抱えます。この辺り投げ技なんですが、いかがですか？そうですね、投げ技っていうのは力だけじゃダメなんですよね。タイミングでね、持っていかないといけませんからね。ああ、なるほど、その辺り注目であります。ヘッドバット掴んだ。させません。頭を掴んで、あっと逆にキック、ミールキックが止め髪に入った。場外に降りる。すごい顔で打つ。フロントからの投げに転じる。組み合った。正面から投げを祝った。リングに戻ります。一気に行けますよ。はい、マウントを取った。ガードの体勢、あー決められませんね。はい、あっとストマックのあたり、パスガード、ガードした。させません。ガードした。ブロックした。外した。さあタッチ。いけるか。ネックブリーカーで叩きつける。ストッピングを叩き込む。立たせていく。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。抱き起こす。腰に手を回した。さあガッチリ入ったぞ。決まってますね。喧嘩キック強烈。ガジェット組み合った。あと逆に返した。ストッピング。15分足を抱えた。15m 今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。 STF ステップオーバートーホールド with フェイスロック。円錐切り、エルボーで切り返す。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。逆に振り返した。そのまま倒していった。バタフライロック、羽織り固め。いけるか。あっと頭から落としていった。さあ STF。 はっけー、バックドロップ。体がくの字だ。20分ギブアップを宣言しました。